こんにちは、粟田洋介です。かなり昔の話なんですけど、私はアイデアは頭の中から出てくるものだから、たくさん出していると尽きてなくなってしまうものだと思っていました。でもたくさん絵を描いているうちに、アイデアは出せば出すほど出やすくなって、新しいアイデアを思いつきやすくなると実感しました。なんか頭の回転に勢いがついてくるんですよね。この間こういうのを買ったんですけど、これはルーズリーフで、この部分をパチンってやると紙が外れて、新しい紙を補充できます。なんか10枚紙が入ってたので、こういうペンで絵を描いてみました。こういう手頃なもので短い時間絵を描くだけで、結構アイデアが出やすい頭になってきます。今日はスケッチブックツアーみたいな感じで、作品をちょっと紹介しながらアイデアのお話をしたいと思います。1ページ目はなんだかエビみたいのが描きたくなって、最初はそれ以外のイメージは何にもなかったんですけど、描いてできた形からそれに続くものを連想して、最初になかったイメージができてきます。次のページは縦に描きました。この瓶みたいのを最初に描いて、お花を描いてって感じで描くことによって、いろいろなアイデアが出てきます。なんとなくのストーリーも考えますが、そのストーリーは曖昧なものにしておくことが多いです。この絵は夜中の疲れている時に描いたので、こんな感じでストップしました。疲れているとアイデアがあまり思いつかなくなるんですよね。で、翌日星とかを付け加えて仕上げました。次のページですが、最初は丸い空白の周りにごちゃごちゃ描きたいという漠然のイメージで描き始めましたが、描いているうちにこのビヨーンって伸びた形、この形を連続で描いたら面白いと思って、こういう感じに描きました。次のページはちょっと変わった猫の絵ですが、疲れていたのでちょっと雑な感じに描いています。でもこの形の面白さとか、あと配置のバランスとか、水玉模様の位置のバランスとか、そういうことを考えながら描いているので、いい練習にはなっていると思います。で、次のページはまた猫の絵なんですが、この口を先に描き始めたのですが、その都度変わった描き方で描き始めることによって、描いてて楽しいし、違った角度でアイデアが出てきます。時間がない時でも、こういうお手軽な方法で描き続けることによって、アイデアが出やすい頭になってきます。シンプルな感じの絵が続きましたが、次のページは少しだけ複雑な感じの絵になりました。ただのこういう形から鳥を連想して、もう一羽描いて卵を描いて、その模様から涙を連想してって感じで、次々にいろいろ連想して描いていきました。次のページはこのグラスみたいのを先に描きました。このグラスに接触するものをなんか連想して、それでこの形を描いたんですが、いろいろな関連性を後でつなげてイメージができてきました。次のページはどんな順番で描いてるか、ちょっと動画に撮ってみました。なんか描き始める前にこういう猫の櫛が手元にあったので、こういう櫛みたいな模様から描き始めました。描く時間確か15分近くかかったと思ったんですけど、こんな感じで描いています。もう最初何を描くか全然考えてなかったんですけど、次々にアイデアが出てきて、一つの形ができたら次の形が思いつく、でまた次の形が思いつくって感じで、その瞬間その瞬間に思いついて描いています。この日は3枚描いたので、
書き終わった時にまた次のページを書きました。なんか最初の頃はもう思いつきで書いてたんですけど、なんか中盤ぐらいから目と目が合ってたりとか、なんかそういうのでなんかストーリーっぽくなるかなと思って書いてみました。あと紙はもう一枚だけ残ってて、今度は縦にかなりシンプルに書きました。なんかこの顔の感じ、この前のページでなんかこの顔の感じ、これは面白いなと思って、なんかシンプルな絵にこういう風に取り入れてみました。これもなんか色があるとまた違ったものになるかなって感じで、この辺の感じとかなんか白だから曖昧な溶け込み方になってて、これはこれでいいかなと思うんですけど、なんかこれカラーで描いてみたいなって気もしてみます。こういうところもなんか色がついてたらなんか耳が目になってるとか、こういうところもなんか色がついてたらなんかこの色とか同じにすると分かりやすいんだけど、こういう表現になったっていうのも、白黒だからなんか生きてるみたいな感じもして、まあ色つけてもいいんでしょうけど、なんか白黒の面白さってあるなと思います。結構こういう絵でも1枚描くだけでどん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 アイデアも出てきて、この日に出てきたこのアイデア、こういうものも違う日にこういう感じでなんか使ってたり、なんか全然違うアイデアの中になんか同じアイデアを取り入れてたり、なんかちょっと描くだけでアイデアって出てきやすくなるんですよね。そんな感じで10枚の絵を描いてみました。あと50枚、これ詰め替え用のがあるので、また今後もたまにこういうの描いていこうと思います。でここで描いた何枚かの絵を元に絵の具で描いてみたいなと思っています。前に私はなんかいいアイデアが出た時に、このアイデア今使っちゃうと後々の切り札となるアイデアがなくなっちゃうなぁなんて思ってたことがあるんですけど、アイデアがどんどん出てくるって分かってからはそんな心配する必要がなくて、アイデアが思いついたらすぐに形にすることにしています。まあ、作品にするとかそういうことですね。後々の切り札を出さなきゃない時が来たら、その時は新しいもっといいアイデアが思い浮かんでることだと思っています。なんかこういうルーズリーフじゃなくてもいいけど、なんかちょっとしたものに、まあ、このペンもこれじゃなくていいんですけど、手頃な形で手頃な絵を描くっていうのはアイデアを出し続けるという意味でおすすめです。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良いと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録などいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。